いることよすけさんでございます。はい、東京のですね、オルトフォンといったら、まあ、湯島とかさ、あの辺のお茶の水とかっていう感じだったんですけど、なんと、新しく、はい、引っ越したということで、どんな具合かなというふうで来ました。で、これ文京区の本郷？本郷です。何があるんですか、前に。ハンバーガー屋さん。いや、それめちゃ、ハンバーガー屋さん、まあ、どこでもあるんじゃないかな、みたいな感じでですね、ちょっと、ゲストというか、初登場ということで、オルトフォンジャパンのマーケティング担当の岩本さんです。お願いします。はい、ということで、YouTube 出るの初めてみたいな。初めてです。はい、出たことないっていうから、もう無理やり引きずり込んだっていうだけなんですけど。出てきました。はい、まだ入ったばっかりみたいな。はい、入ったばっかり。はい、1年経たないです。なるほど。まあ、今修行中と絶賛。はい。はい、いう感じですね。大レースがあります。うわっということで、じゃあ発表していただきましょう。はい。ちょっと慣れないんですけどコンコルドエリート新しい DJ バルが出ます。やった満を持して入って1年なのになずっと岩本さんが開発 したみたいな言い方ですね。ちょっと、はい、満を持してお客さんの目線にはなりますか。はい、どんな針なんですか。一番の特徴はムクダイヤモンドの楕円針が、はいはい、ついてます。なるほど。これは DJ カートリッジ史上、オルトフォンの DJ カートリッジ史上初の試みなんだです。おーいということで、はい、はい、あとは、パンチレバーね。そうですね、パンチレバーは、うん、マグネシウム、マグネシウムとアルミを合わせた新しい素材が使われていて、うんうん、軽量かつ剛性のあるエリートな設計になってます。あ、なるほどね。はい、あ、それでエリート。あ、違います。うん、はい、じゃあ、まあ、次行きましょうか。はい。あと、まあ、ざっくりですよ。ざっくりレビューですよ。はい。うん、であとは、はい、ダンパーフも新しく配合されて、サスペンション。はい。うん、これですね。されてます。はい。で、ゴムの部分。うん。で、それから、まあ、最後に。アウトプットね、出力。はい。出力を誇る。うん。うんうん、まあ、ただ最大コンコルドシリーズで最大の、うん、出力ではないんですけど、というのは、うん、キューバートでしょ、最大の出力って、はい、ピンポンやった正解です。そう、なんかクリアさ、音量の、あ、ごめんなさい、音質のクリアさっていうのも担保するために、うん、この 8.5mbっていう出力になった。あ、ボルトね、はい、うん、っていう感じなんで、まあ、今後ともですね、岩本さん頑張ってもらって期待してますんで、はい、ということで、じゃあ詳しい人に代わってもらっていいですか。はい、さようなら。はい、じゃあ岩本さん、カメラが変わります。もうどうしても岩本さん出たいっていうもう仕方なく、もうじゃあしょうがないということで、はい、ということで、おなじみ、オルトフォンジャパンの、江藤さん。オルトフォンジャパンの江藤です。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、岩本さんから紹介があったと思うんですけど、はい、もうオルトフォンのDJ のフラグシップカードリッジといえばもうクラブだった、はい、そうですね、はい、まあ、昔ゴールドなんてのもあったんだけど、もうそれなくなって、はい、でもうクラブがトップスペックということだったんですけど、はい、さらに上を出してきたと、そうですね、いうことでございます。深くですね、ちょっと聞いていきたいと思うんですが、ピントが合わない、いいですよ、ゆっくりやって。ああ、あったあった、はい、めちゃくちゃかっこいいっすね。ありがとうございます。はい、はい、この針先がもうね、これね、ちょっとね、この針先を見て僕何を思ったかっていうと、はい、あの秀吉の黄金の茶室です。なるほど、はい、っていうガチの本物感があるっていう、うん、まあ、それもね、ちゃんと後で解説しますから。お値段も相当します。で、まだ発売前です。値段決まってません。ムクバリっていうところが最大の特徴ですね。ムクっていうのはどういうことですか。ガチャピンとかそういうやつですか。さムックですね。ああ、すみません。ムックですね。はい、ムックはもうなんかちょっとこれちょっと模型用意したんですけれども、はい、あ、
今ここに2本、はい、ダイヤモンドの、まあ、レコード針ですね、うん、針先の部分スタイラスって呼ばれる、うん、ちょっと寄ってもらった方がいいかもしれないです、はい、で、うん、この左側は透明クリアな全部が透明ですね、円柱の部分も円錐の部分も透明、これがムク針です。なるほど、一つの素材っていうことですよね。そうですね、要は、うん、はい、でこっちは、まあ、銀色をしてる、ここは、こっちは接合針っていう針に なります、まあ、よくありますよね、はい、接合針も一般的に使われます、うん、でこっちはこの銀色の部分は一般的には、まあ、チタンとか、まあ、うちの場合はチタンを使ってます、うん、で先端の円錐の部分だけダイヤモンドの、スタイラスになってるんですね、うん、ですね。でこれ接着剤で本当つけてるんですよ、はい、顕微鏡みたいなので見てちょんちょんってね。ですね、あ、違う、接着剤ではないです。接着剤じゃないの、厳密に言うと、うん、厳密には言えないんですけど、企業秘密なんですけど、あ、企業秘密なんだ、溶接に近い技術で接着してます。なるほど、ね、はい、ただこうボンドでピッと止まってるだけだとポロッと取れたりもありえますから、はい、絶対取れないような、アロンアルファとかじゃないかなり強固な、うん、がっちりつく形を、やってます。なるほど、ね、はい、なので、まあ接合針とムク針は、まあ、見た目のこういう違いもあるんですけど、はい、DJ カートリッジはほとんど多くが接合針が使われてます、うんうん、でその理由をちょっとお話しするんですけど、はい、あのここ大事ですよ、レコードのカートリッジって、はい、まあ、こういうこれが感知レバーです。ここがカートリッジのボディがあるとして、例えば、はい、これだったら、ね、ちょっとこれは分かるかな、先の棒みたいなの出ます、ギリ映ってるかな、出ます、この先の棒みたいなやつが感知レバーです。でもうほぼ見えないですけど、先の棒 の先についてるのが針、ちっちゃい突起、はい、スタイラスになります。この棒みたいなのを針って思ってる人いますけど、これ感知レバーっていう名前になります。そうですね、パーツでいうと感知レバーでして、はい、でこれが拡大したものがこれ、そう、模型なんですけど、はい、DJ カートリッジの場合この感知レバーの先っぽのところが、まあ、ちょっとフラット平らに加工されて、そこに、うん、スタイラスを打ち込んでるんですね。で打ち込んでるんだ、打ち込んであります、はい、で一部の上位ハイファイの高い針とかになると、うん、こう面で接着してたりもあるんですけれども、うん、あの DJ カットの場合は大体まあ打ち込みでついてます、うん、で、うん、先にまずムク針がなぜ今まで使われなかったか、 DJ カートリッジでっていうのをお話しすると、うん、はい、これまあダイヤモンドですから全部が、うん、で感知レバーってアルミニウム、アルミのパイプが使われてるんですけど、うん、圧倒的にアルミの方が柔らかいんですよね。そうですね、ダイヤモンドがダイヤよりアルミの方が柔らかい、むちゃくちゃ硬いので、なので、まあ、これが打ち込まれた状態で、うん、まあ、DJ さんがスクラッチとかバックスピンとか、うん、激しいプレーをすると、まあ、結局アルミが負けちゃうんですね、ダイヤモンドの硬さに。 なので、最悪の場合アルミの感知レバーが破断したりとか、そういう破損のリスクがあるので、うん、基本的に DJ プレーには向かないとされていたので、うんうん、まあ、使われてはきませんでした。なるほど。なので、あの、うん、対して接合針はここチタンなんで比較的強いので、うんうん、まあ、アルミとチタンという組み合わせでそこの耐久性を担保してたというのが、あります、うん、それから、まあ、絶対的にこうダイヤモンドを使う質量が、うん、この円錐の分だけ違うので、うんうん、まあ、接合針の場合はこの部分だけで良くなるので、うん、コスト的には下がりますのでですね、はい、安価かつ丈夫なものが作れるので、接合針はね、そうですね、まあ、量産性とかそういったものを考えたのも、うん、まあ、最も適しているということで、うん、まあ、多くの DJ カットリッジは接合針が使われてきたんですが、このエリートなんとで、デンマークがトライしたのはこのムク針、さっきも言った硬いダイヤモンドにこう感知レバーが負けないために、うん、まあ、岩本からもさっきあったようにこの感知レバーエリートでは、通常のアルミニウムにマグネシウムっていうのを混ぜて、うん、合金の素材に改良しました、はい、そうすることで、すごいっすね、はい、マグネシウム混ざってんだ、そうですね、そうすることで、まあ、高度も上がりですね、うん、耐久性しっかりと耐えられる、なるほど、実現することができてます。はい、ここの部分ですね、アルミプラスマグネシウムっていう設計になってるっていうことなんですけど、はい、もう
マグネシウムって言ったらもうめちゃくちゃ貴重な金属だし、はい、その他とミックスしたりとかするのは非常に難しいんですよ、うん、でも軽くて強いっていうのはこれはもう間違いなくって、マグネシウムっていうのはそれを練り込んで、ね、練り込んだというかミックス して強度を確保して、はい、ダイヤモンドの無垢に耐えうる感じレバーを開発したと。そういうことです。はい、それがエリートのもうまずやばいところです、ね、まずやばいところですね。はい、その、うん、それをやることで何が生まれるかっていうと、はい、まあ、そのこの今まで接合針だと、ダイヤモンドが先端にあって、うん、チタンを介して、まあ、アルミニウムの感知レバーでレコードの音溝の振動を拾って発電してるわけですよね、うんうん、なので、まあ、異質材が、まあ、挟まります。そうね、うん、だけどあのムク針になった場合、まあ、ここ全部ダイヤモンドなんでダイヤモンドからストレートにアルミの感知レバーに伝わるので、まず音がもう物理的にピュアになります。間違いない、はい、全然違いますね。ですね、うん、で言っていて、まあ、ダイヤモンドと、まあ、この接合と比較すると質量もやっぱり無垢の方が軽くなるんですね、うん、はい、なので細かいこう起伏のあるレコードの音溝をトレースするっていう上では、うん、無垢張りの方が、利点は高いです。いやー、トレースの枠も圧倒的でしょうね。はい、うんうんうん、ですね、なので、まあ、一般的にはその、解像度も上がりますし、うん、音のスピード伝えるスピード、まあ、トランジェント特性って言うんですけど、立ち上がりや立ち下がり、はい、ここが、接合に比べて飛躍的に、向上してきます。なるほど、はい、あのこの異素材とかをですねこうやってかましちゃうと、はい、まあ、コストとか構造的にしょうがないんですよね。そうですね、はい、これが全然悪いってわけじゃないです、はい、もうこれも人類の英知なんで、はい、あのしょうがないんだけど、異素材が入るとやっぱりね音の統一感がなくなるとかばらけちゃうんですよ。なんであのなるべくシンプルな構造の方が望ましくって、うん、そうですね、っていうところだったんだけど、構造的に難しかって、はい、なんでコストも上がっちゃうし、はい、どうしようかなどうしようかな、作っちゃえみたいな。そうですね、エリート誕生みたいな。まあ、無垢で針はもちろんハイファイのカートリッジ、あの、うん、ピュアオーディオの方であのラインで作ってるものに関しては無垢針っていうのは一般的に使われてるものなんですけど、うん、要はこれを DJ プレイに耐えうる針に落とし込むっていうのが今まではやりたくてもできなかったなるほどなんですね、うんうんうん、だからそこを今回初めてコンコルドができたのが1979年なんで、はい、あの DJ 用として売り出してからもうあの何十年も経ちますので、その中でまあ培った技術の結晶というところですね。すごいですね。っていうかはっきり言ってあの、はい、もっといろいろあると思うんですけど、あのもうこの今のスタイラスの無垢のところだけで、はい、もう全く別の種類。そうですね、ですよね。もう地球人ともう火星人みたいなもう全然違うっていうことですよね。はい、はい、ジャンルそのものが変わるようなみたいな、はい、はい、うどんとパスタみたいなぐらい違いますね、はい、うん、まあ、どっちも美味しいですけど、どっちが上か分かんないですね。はい、まあ、いう感じで、もうここいきなり革新的ですね。革新です、はい、ここがまあ最大のポイントですね。で、感知レバーもまあ、はい、で、感知レバーですね。まあ、だからこのスタイラスと感知レバーって書いてあるけど、もうこの1ページ目にかなり凝縮されてるなっていう気はします。はい、はい、じゃあ続きましていきましょう。はい、まあ、ここはサスペンション。サスペンションですね。はい、まあ、あの以前、VNL っていう DJ カートリッジが、登場した時にもおたいさん の, あのチャンネルでいろいろ紹介させてもらったんですけど、はい、オルトホンはとにかくこのかんあダンパーだダンパ ー, ダンパーっていう部品をですね、うん、あの音の生命線と位置づけてます。ダンパーで音が全て決まると言っても過言ではないとオルトホンは考えてます、うん、で、ゆえに、まあ、このダンパーの、うん、まあ、要はゴムのゴム系の材質なんですけど、はい、ですね、いろんなまあ物質を配合して作るんですね、うん、なのでそこの配合比をいろいろ変えたりして、うん、デンマークのラボでですね、はい、それをまあ試行錯誤して、うん、でまあ一昨年ですね VNL っていうモデルで、ダンパーの硬さの違う3種類の針先っていうのを、持たせた、うん、カートリッジっていうのを製品化できたので、うん、まあ、そういった技術をあのこのエリートにも反映して、まあ、そのムク針それから 、はい、新設計の感知レバー、うん、これに最適化したダンパーゴムを、うん、専用設計に、はい、使用してます。なるほど、はい、なので他のコンコルドのモデルとはダンパーそのものも全く別物が使われているというふうにご理解ください、うん、
なるほど。そもそもこれあのダンパーってでこうやって溝が当たってそうですね音が出るんだけど、こうやってやるときにこれがこういう動きをするんですか。そうですそうです、はい、だからこれ引き締めすぎてもダメだし、ゆるゆるすぎてもダメだし、そうですね、はい、であとはあのなんていうかな、この振動を吸収しすぎてしまうと、はい、この感知レバーからの響きも失われるし、そうですね、はい、かといってゆるゆるでもダメです。非常にその高度、まあ、硬さの度合いの管理も難しいですし、はい、うん、あとはこれ本当実物はカメラで映らないぐらい小さい、はい、もうふって吹いたら飛んでくような、うん、まあ、部品なので、うちの会社みたいですねそんなですね、はい、小さいものをちょっと流しちゃいましたものをこれ品質管理するのがものすごく、はい、あの苦労がある部分で、まあでしょうね、うん、まあ、何千個何万個とですね同じような硬さとその弾力を、ああそういうことか、量産するのはね、はい、でその点はオルトフォンが、うん、まあ、医療機器とかも、うん、あの手掛けてますので、うん、はい、そういう、まあ、医療機器用の ISO とかそういうのも取得しているので。あ、そうなの。デンマークの方で、知らんかった、はい、あの主に補聴器とかそういう、ジャンルなんですけど、そっちの方が儲かりそうですね、確かになので、はい、まあ、そういう小さな部品も、はい、はっきり言って本当世界一小さな、うん、あの小さなところで戦ってると言っても過言ではないかなと。まあでも本当ミクロビジネスというか、そうですね、はい、に近いですよね、はい、うん、なるほどなるほど、はい、という、感じでございます。で、あとはね、あとは、まあ、出力が 8.5、はい、さっき言ってた一番高いのが、キューバートっていうモデルで 11mV なんですね、うん、ですね、まあ、それが頂点とした時に 8.5 はまあ比較的高いですので、うん、あのムクバリを使ったハイファイのカートリッジ他にもいっぱいあるんですけど、うん、まあ、出力電圧でいうと大体 5.5 とか、うん、まあ、そのぐらいです、ハイファイの針だと、うん、なるほど。ここが、まあ、8.5 あると、うん、まあ、簡単に言っちゃうとそれだけパワフルな音を出してくれるんで、なるほど、無垢にもかかわらず 8.5 の出力、うん、これは非常にあの面白い組み合わせだと。なるほど、はい、という感じなんで、まあ、ちょっと出音のなんかダイナミック感とか、そうですね、はい、そういうものがですね期待できるんじゃないかなと思います、はいはい、っていうこと で、あとはちょっとあのテクニカルなところでいくんですけど、はい、オルトフォンの DJ カートリッジの一覧ということで、クラブ DJ、 クラブ DJ、 スクラッチ、デジタル、ミックス、 OM キューバーと OM プロ S で、コンコルド、エリートと、はい、いうことなんですけど、江田さん、これスペック的にはこれ表になんか出、はい、これのその優れたものって出たりだとか、まあ、表だって違うのは、まあ、ここのスタイラスタイプが、うん、まあ、ヌード、まあ、ここね、エリプティカルダイヤモンド、ね、そうですね、うん、で、現行のこのコンコルドのモデルとボディの形とかは一緒なので、うん、はい、まあ、重量、うん、本体の重量とかは変わりませんし、変わらないんだ、振圧もまあ 3g です、うん、なのでミックスとクラブと、ミックスとクラブと同じ振圧。あ、じゃあでも割と使いやすいですね。そうですね。そういう意味ではね。はい。はい、いう感じでございます。はい。で、あとですね、その外見なんですけど、ちょっとあの豊臣秀吉の茶室を思い出したみたいな、はい、あのことを私は、はい、あの申し上げたんですけど、ちょっとですね、これ江戸さん、この高級感、これ塗装じゃないでしょう。あ、そうですね。これあの、まあ、本物の金の。映るかな。あ、いいですよ。ゆっくりやってください。映ってます。映ってる。ます。はい。そう、本物の金をちゃんと使った、まあ、金メッキが施されております。これ塗装の金じゃないですよ、皆さんこれ。はい。マジで。やばいっすね。うん。なんかさ、本当の金って、なんて言うんですかね。深みがある。そうですね、うん、実際その前にあのコンコルドゴールドっていうモデルが今ちょうど ありますか、はい、それと比較、うん、これは塗装なんだよね、確かそうだと思いますね、うん、多分そうですよね、はい、うん、もうね、もうやっぱなこっちはさ、あの純金じゃないですよ、もちろん純金だと成り立たないんで、はい、あの表だけですけど、そんでも
もうガチの本物ですから。そうですね、ちょっと深みのある輝きします、ね、全然違いますよね、はい、うん、いう感じなんで、もうまさにエリートだなという風で、はい、ああ、まあこれ定番ですよね、高級品、高級品あるある。あ、てか応用チャンネルでやるとマジで怒られるんで、あの、あのちょっとおたしこ TV でやりたかったって、いうことです。トレースなんですけど、めちゃくちゃ安定してるんですけど、このゴムのダンパー、これ皆さん見てください。これ左右に動いてませんか？はいはい、こんな感じになってるんだけど、ここのですね、針とかボディのところがめちゃくちゃ安定してるんですね。ここの左右に動いて、でこれが、まあ、ダンパーの功績というかな、そういうことが、言えるんじゃないかなと思います。ちょっと触ったところ、トレース能力に関してはダイヤモンドのムクバリっていうことなんで、いわゆる柔軟性が硬くて柔軟性がないってみんなあのビビる人もいるかもしれないですけど、もう全然そんなことないです。その分やっぱりそのマグネシウムとアルミの感じレバー、あと、まあ、専用のダンパー、はい、そこら辺で調整をしているという感じになりますね。はい、はい、そういった工夫が、かなりされているというふうに思います。はい、そして次はオフィス。そうですね。おー、ぜひ。まあ、いや、ここまでやってさ、はい、まあ別に変わんないやっていうふうだったら、ね、別にあれですから、はい、はい、いうことで、ちょっと、でも、江藤さん、ちょっとなんかこのヘッドホンとかでやると、ちょっとなんかあれだなって思うんですけど、よかったら、こちらのシステムで、はい、今日は、はい、企画視聴をさせていただきたいな。いや、別にいいです。はい、ということで、もうね、ここオルトフォンジャパンなんで出ました。アコースティックソリッド。これね、ちょっと皆さん、DJ の方はあんまりあれかもしれないですけど、見てください、皆さん。これ、ここにモーターがあって、そうですね、ここだけで動いてるんだよ。SL1200…SL1200 っていうのはここの下にモーターがあって、ダイレクトドライブっていうんですけど、これはベルトドライブっていって、ここにあの細い糸が見えますよね。この糸だけでこのぶっといプラッターを引っ張ってるっていう。そうですね、はい、はい、もうめちゃくちゃあの音音質に振った設計。そうですね、もう本当ピュアオーディオ向けのプレイヤーです。これで、200万ぐらいですね、うん、のプレイヤーで実際ちょっと音をアンプとかをしっかりとつなげてですね、うん、はい、でどういう順番で聞いていきますか？じゃあもう指定させてください。クラブ、はい、あ、じゃあミックス、はい、クラブでエリート。わかりました、でいきます、はい、でもこれマジで甘えが許されないあのターンテーブルになります。でスピーカーもですね、これ B&W の 805D4 というモデルになります。 D3 です。あ、 D3 か、はい、ごめんなさい、 D3というモデルになります。もうあの現代を代表するブックシェルフスピーカーで、多くのスタジオでもあの使われている800シリーズ、B&W でも最高峰のシリーズになります。はい、なので音質の違いというのはバキーンと出るということになりますね。ちょっとこれでさ、なんかミックスとかね、なんか鳴らして、なんかちょっとかわいそうというか厳しい環境ですね。実に厳しい環境だと思いますね。はい、ちょっと真面目に聞きます。はい。ミックスの目なりほど音質が変わっちゃう。これあのこの前の YouTube で、あの岸さんにいただいたやつ。あの布教しないといけないんで、あのっていう風で、はい、ちょっと一瞬撮ります。音質が変わっちゃうんで。で、あ、先に言うとあの出力電圧が微妙にミックスクラブで変わるので、江藤さん調整してください。若干ボリュームで調整。そうだから音が大きかったら音がいいと思ってたらダメですよ。はい、それはあの江藤さんの方で調整しますからね。いきます。
んですね、ミックスで。はい、もうミックスでいいんじゃないですか、お父さん。十分いい、いい音だったんじゃないですか。まだまだまだこれからだということです。全然違いますね。はい。いやーいい、まあでもさ、やっぱ江藤さんこれ、はい、色がさ、やっぱナイトクラブからさ、はい、受け継いで、やっぱオルトフォンのね、クラブシリーズって特別な、ね、かっこよさがありますね。いやー、はい、わかりました。ちょっと。そして問題のエリートです。これがですね、本当にクラブと本当にどこまで違うんだみたいな、もうちょっともうだいぶ緊張、はいはい、しておりますが、ガチレビュー、エリートのガチレビュー、もう一回やるんですよね。はい、あ、まあ、そうですね。とりあえず軽いレビューみたいな感じですけど、はい、もう以前、これ、マーク2になった時に、はい、あのミックスとかあの、クラブとか、スクラッチとか、もう全部、はい、あの試したんですけど、もうね、もう普通のやっぱりプロとかさ、プロ S とか、と比べてもやっぱマーク2になってからやっぱりもう飛躍的に進化してる。 で、はい、で、ちょっとごめんなさい、感じてしまったから申し上げるんですけど、ちょっとごめんなさい、皆さんわけわからんことを僕は今から言うかもしれないけど、あの B&W の D3 とアコースティックソリッドで、まあ、この横とかもめちゃくちゃこだわっていて、はい、このシステムだとその MC、はい、のイメージがあるから、はいはい、ちょっとね、いい意味でめちゃくちゃびっくりしました。 あのね、もっとね、やっぱりここら辺のなんか高いやつとかって MC カードリッジって言って、ムービングコイルっていう方式の DJ ではないリスニング専用のなんか高いやつ、はい、そうですね、はい、で、なんかもっと繊細でさ、はい、あの情報量が多くて音の分離が良くてスーみたいな、うわーみたいな音がするんだけど、もう MM、MC と MM の違いで感動してるんだけど、このミックスはね、やっぱり MM のね、良さっていうのをしっかり体現してくれてるな、はい、
いう感じ、いい意味で武骨な感じしますよね。だからその手話でいう M44G とかもそうだし、なんかやっぱこうクラブカートリッジの標準みたいな感じになっていて、今 DJ 界でも一番売れてるでしょ、おそらく。間違いないですね、はい、ですよね、はい、いうことで、うちの店でも、一番あの売れているのが、このミックス、はい、やっぱり安心できる音だね。そうですね、うん、っていう、はい、だからもうこれでいいやって思っちゃった。なるほど、これ最初聞いた時っていう感じなんですが、皆さんどう思いましたか。はい、で次、クラブですけど、で、まあ、聞いたんですけど、まあ、ちょっと月並みではあるんですけど、もうね、全然違いますね。全然違いました。あのもうパーカッションの音の、さっき江藤さんがあの頻繁にあの立ち上がり、音の立ち上がり、立ち下がりみたいな風に言ったんですけど、いかにミックスが甘いか、このクラブと比べるとですよ。こんなに違うんだ、こんなに響きみたいなのがコントロールされるんだ。で、もういちいち正確なんです、クラブは。パーカッションの音もそうだし、もうバスドラムとかの音もそうだし、ハイハットの音、シンバル系の音もそうだし、いちいち正確に描き出してくれるという感じですね。なんで、その DJ やってても、まあ、目の前にお客さんがわーっといて、自分 DJ してて、楽曲の持つ本来の音っていうのをもう本当に余すところなく伝えてくれる。そうですね、はい、すなわちそれは何、どういうことかっていうと、やっぱりミックスにね、説得力が出てくるんですよ。あ、はい、なんでそれ同じ1時間2時間3時間 DJ するのでも、あなたの印象全然変わってきますよ。ミックスで DJ するときとクラブで DJ するときは全然変わってきます。でミックスが悪いっていうわけじゃなくて、ミックスはミックスの良さとか世界観があります。それはこうなんかドカーンって ダイナミズムみたいなあのものだったりとかするんだけども、このクラブにおいてはまあ、音の分離感、情報量なんかも全然違う。かといってこの低域の強さみたいなものももちろんありますね。はい、しっかりキープしてるのがめっちゃすごいなって感じですね。はい、こちらのエリートですね。もうため息が出た。本当ですか。めっちゃすごいです。何がすごいかっていうとですね、もう先ほど私 MM と MC の、話をしたと思うんですけど、もうどうしてもね、やっぱり方式的に MM よりも MC の方が音も繊細だし、はい、あのノイズフロアも下がってくるし、SL も良くなるしっていうメリットがめちゃくちゃあるんですけど、ただ DJ においては、まあ、MM が主流じゃないですか、はい、主流というか、まあ、ほとんど MM ですよね。はい、そんな中でこいつなんか MC と MC のカートリッジみたいだなって思ったし、MC のなんかちょっとしたなんか10万円ぐらいのカートリッジよりひょっとしたら音いいんじゃないの、はい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 、っていうぐらい、なんかその MM であることを忘れてしまうっていうか、ちょっと僕はそのオタイオーディオっていうのもやってて、まあ正直本当に1個ね50万とか100万とか、まあちょっと DJ の人からしたら狂ってるなみたいな。でも DJ でもトータルで交換前に50万円分ぐらい買ってる人いっぱいいますからね。うん、そういうなんかめちゃくちゃこだわりにこだわり抜いたカートリッジもう普段から聞いてるんで、どうしてもその DJ の MM、まあ、5000円なり1万円なりのとかって、まあまあこんなもんだろうなみたいな風に、まあ良くも悪くもなんかちょっとそういう諦め感というか決めつけをしてたんですけど、これはねなんかさ、もう例えば60年代とかさ、はい、そういう、まあ、ビートルズとかもそうだし、そういうマーヴィン・ゲイとか、まあ、今結構あと和物とかも流行ってるじゃないですか、はいはいはい、そこの、なんとなくのメロディーラインとかなんとなくの雰囲気とかじゃなくて、マジでもうバックミュージシャンの息遣いとか、はい、そういうものも、もう手に取るように分かる、はい、なんかね、
僕聞いてて、なんか音がつかめるんですよ。うーん、一個一個みたいな感じで、もう全てにおいて素晴らしいです。で、これあ、ちなみにクラブっていくらでした？クラブのは2万円前後ですね。2万円前後ですね、1本2万円前後で、ね、で、これどうやらですね、もう全く知らないんですよ。これはおだれこの個人の感想、私の個人の感想ですけど、大体ですね、向こうのユーロの値段からすると、まあ5万円後半から6万円とか6万円中盤とかわかんないですけど、まあ、それぐらいのレンジなんです。ということはクラブの3倍ぐらい、まだ公式発表してないですよね、はい、はい、なんであれなんですけど、クラブの3倍ぐらいするんです。3倍すごいんですかって話ですね、買う側からしたら。で、それはもう私のですね、音楽人生にかけて言いますけども、5倍ぐらいかな、うん、5倍ぐらいはすごい、もう結構壮絶ですよ、はい、ただ一つ言います、申し訳ないけど音楽に真剣じゃない人はその価値はそんな分かんないかもしれない、うんうん、からクラブぐらいでもいいかもしれないです、はい、まあ、かなり挑発的な言い方してますけど、あのね、音楽が大好きな人で、この YouTube 見てる人大体音楽好きじゃないですか、はい、大好きな人はね、めっちゃ感動します。その感動に対して、だってミックスだって1万いくらで買えるとか、はい、それでなんか6万円とかって言われてもはぁみたいな、はい、だって2個で12万とかするわけです。普通に聞いたらそうですね、はい、はい、もうマジで本当になんかね、泊まり込みでなんか雪山とかバイトしてさ、なんかね、雪かきとかしたりとかいろいろやってみたいな、ね、はい、でやっとなんか買うみたいな、はい、でもなんか本当にちょっとなんかマジで気合い入れてバイトしてとか副業 しまくってなんとかお金作って手に入れたい。そして DJ パーティーとかでもアナログでやるときに、まあ、例えば5人とかでやる、はい、マジでみんなミックス使ってて1人だけこれ使ってたら全然違うよね。全然違いますね、うん、何々君かっこいいみたいな、はい、間違いないです。だよね、はい、ちょっとなんか、うん、あいつ月ちょっとメインかなみたいな感じですよね、はい、うん、いう感じなんで、ちょっとこれはね、正直もうね、最高の出来だと思います。で、ダイヤモンド感じればに関してなんですけど、あのトレース能力に関しては超激しいスクラッチとかって、はい、まだちょっと、そこは次回にね、またがっちり特集しようと思いますんで、はい、発売日なんですけど、まあ、これいつぐらいに予定ですけれども、はい、まあ、6月末には発売できる見込みで準備してます。あ、もうすぐじゃん。そうですね、うん、で、あとね、なんか今ね、テクネクスのターンテーブル、はい、これ写真あるんですけど、M7L、そうですね、はい、もうなんかめっちゃ売れてます、はい、っていうのはもう本当ちょっと受注が追いつかないぐらいになってるんですけど、これ江藤さん、はい、M7L は限定でゴールドのアームなんですよ。そうですね、はい、はい、これなんかもうちょっとなんか話、じゃあうちもゴールドいきますよみたいな、へーへーみたいな、たいな、なんかあったんじゃないですかこれ。だってもうめっちゃぴったり合いますからこれ、いうことなんで M7L、 はい、はい、もう最高のターンテーブルだと思いますけど、最高のターンテーブルに最高の DJ カートリッジをやるということで、はい、組み合わせてほしいでも本当にそこはね、もう間違いない出来になると思います。はい、はい、まあ、とあるバーでですね、新宿のサウンドバー、超有名な音がいいサウンドバーでですね、SL1200 の GAE をこの前入れていただいたんですけど、はい、カートリッジ、音がいいやつ持ってきてくださいっていう DJ のね、はい、一番いいやつ持ってきてくださいってことだったんで、もう AD と持ってきます、もうこれ間違いないです、はい、いうことで、まあ私の経験上ですね、まあ、DJ カートリッジの、まあ、DJ の歴史が始まって以来最高の音なんじゃないんですか。絶対そう、はい、ということで、まあ、素材も含めてですね、これオルトフォンしかもうできないね、はい、はい、いうことでございますので、ぜひぜひですね、まあ、ちょっと全国の DJ ショップというか、
はい、まあ、できれば歌いレコードでね、あの体験していただければなと思います。はい、もうちょっとこれただごとじゃないから江戸さんもう一回マジで深掘りしませんか。はい、ぜひお願いします。はい、はい、いう感じで、まあ、とりあえずの 第一報にしてはだいぶ長くなっちゃったけどね。はい、いうことでございます。はい、ということで、コンコルドエリートのご紹介でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。